こんばんは。めっちゃ寝てた。こんばんは。うわ、なんこれ、すごい。嘘だよ、めっちゃ嘘だよが飛んできた。結婚してはっと、ありがとう。お疲れも。クラッカーも。ピカピカ。あ、これ、俺の嫁。すごいすごい。もう、嘘だよだらけなんだけど。やばい。一人1000個もらえる。もうめっちゃもうがバグじゃない。やばいんだけども。みんなたくさんある。なんでみんなたくさんあるの。ありがとう。今日だけのイベント。あ、そうなん。エイプリルフールってこと？ちょっと今、私ね、寝てたんよ。帰ってきたのが遅くって。そう、10時ぐらいに帰ってきてたんですけど。そう、うどうどして、1時間、まあ、ちょっとぐらい寝てて。で、やばいと思って。そしたらめっちゃ今目が覚めた。やばい。止まらん。ありがとう。何なんですかこれ。普通のギフトが見えなくなった。ありがとうございます。こんばんは、中村舞です。嘘だよってなんなん。なんか目がチカチカしてきた。なんかピカ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 もなんか画面にいっぱいピカピカピカ。やっと。ライト、お疲れも、ありがとう。ごめん、ごめん、言えません。みんなお疲れ。でも今日4月1日だもんね。4月。やばい、もうこの今日一日レッスンしてたんですよ、ずっとボサボサです。一日レッスンしてました。ヘトヘトです。何か嘘ついた。いやね、つく嘘がね、なんかもう考えも思いも浮かばなくってね、何もついてないんですよ。そうなんですよね。何のレッスンか。いやね、4月はコンサートが3つあるんですよ。そう。で、卒業コンサートが1つと7周年のツアーが1つなんですけど。
卒業コンサート、ドラさんコンサート、そうそう、ちょっと結構たくさん駅前公園もあるよ。ねえ、嘘だよ嘘だよ、分かったよ。怒ってる？え、怒ってないよ、怒ってないけど分かったよ。うん、なんかイベントやってるの？てか今日月曜日だったんですね。皆さん、あの新年度始まりましたが、4月もよろしくお願いします。ね、4月もよろしく。 STU はなんか8年目に突入したと、はい、X で流れてきました。 STU8 年目よろしくお願いします。え、今日はね、なんかスーツを着てるね社会人の人とかを見ると、あ、新年度でなんか入社式かなとか思いながら、うん、頑張れって思ってました。今日はあれですよね、なんか入社式とかあったりするよね。本当にこの嘘だよ止まらんね、すごい。今日付けで 2.5、 あ、そうですよ、私、そうそうそう、あ、なんか昨日4月1日になった瞬間にリオちゃんから LINE が来てで、そう、マネージャーさんを通して連絡先交換したんですよ。そうで、ちょっと朝それメールに書いたんですけど、あのエイプリルフールじゃないですよ、本当に交換したんですよ。そんなマネージャーさん経由で教えてもらって、できました。嬉しい。明日研修員になります。これこれさ、投げたらなんかあるの？みんな手が痛い。そうだよね、疲れた。疲れるよね。わからん。あ、わからないんだ。
投げたいんだ。はあ、もうどうやって、あ、これのゲットの仕方もわかんない人もいるよ。貯めてた、あ、私に投げるの。なるほどね。エントリーしてる人にしか意味ない。私エントリーしてんの？勝手にエントリーしてるわ。何エントリーって、何何どういうこと。嘘だよ。え、何が嘘なの？ね、もうどこまで嘘なの？怖い。早く4月1日終われ。ね、4月1日終われと思ったんですけどさ、ださ、4月、あのさ、ちょっとショールームのさ、このハッピーバースデーみたいな、このモードにするの何なんですか？まだ誕生日じゃないんですけど。ショールームさん。誕生日おめでとう。ありがとう。ありがとうね。もうありがとうって全部言う。ありがとうって。死者誤入？いや、まあ、出たよ。でもね、私気づいたんですよ。死者誤入したら0歳だということを。今日気づいてしまったんですよ、考えてたら。私は死者誤入したら0歳だ。まあね、私は0歳みたいです。まだまだ赤ちゃんですね。生まれました、こんにちは。4月4日が誕生日って書いてくれる人がいるんですけど。そうですよ。そうですよ、教えてくれました、ありがとう。これコメント読めるの？え、なんかさ、このコメントをさ、このなんかギフトとコメントが流れるやつと、コメントがだけを流れるやつとギフトだけが流れるやつが3種類あるの。このあれが、そうそう、このコメント欄だけにしたらわかるよ、変えれるよ。読んでるよ、読めてる読めてる。ギフトはちょっと読めないかも、ごめんなさい、ありがとう。ちょ、画面が見えんのや、無理。疲れてるよ、本当に。お疲れ。STU ラボ出てたね。え、そうなんですよ。私なんか STU ラボのなんか、なんかになったみたいです。そうなんですよ、なんか STU ラボ初めて出ました。
今まで出たことないんですけど、踊りました踊りました。でも私もう超絶 TikTok 下手なんで、もう本当にもう踊れません。 TikTok とかなんかそう、なんかね下手なんですよね。新入部員、そうなんですよ。よろしくお願いします。目の前でソラハに踊ってもらってた。ソラハやってってお願い。あと3分だよ。やばい、今宵も終わっちゃう。4月新年度なのに短めでごめん、ありがとう。ちょっとまた落ち着いたらやるね。じゃあ早くアップルパイを作りたいんですけどね。アップルパイ、4月はいっぱい会いましょう皆さん。うん、配信で。なんで？え、なんでか？なんかリンゴのこういう剥き方できますかみたいな話をしてたんですけど、私やったことがあんまなくって、だから配信で。あのアップルパイを作ろうってずっと思ってるんですけど、そう、もしかしたらちょっと事故、配信事故になるかもしれません。壇上大丈夫って、ちょっと待って、読みたいんだけどめっちゃ見づらい、やばい、すっごい見づらい。どうやって読もう。元町さん、え、ゆうくまさん、福太郎さん、きなぺこさん、福ちゃん丸さん、くまねパパさん、東京のスワンさん。あ？あ、変わったわ。変わったことすら気づかんかった。待って、まめさん、かねともさん。今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん。あおさん、福ちゃん丸さん、ぼんちゃんさん、東京のスワンさん、くまねパパさん、シーサーさん。え、めちゃまめ。りょくさん、きなぺこさん、福太郎さん、もとまちさん。ありがとうございます。読めた。苦戦した。おやすみ、おやすみ。よろしく4月も。本当になんてことかしら。ねえ、新年度キャー、おやすみ。あ、明日は火曜日だよ。ありがとうね、頑張ろうね。すいません、このボサボサドスピン。おやすみなさい。ぐわー、おやすみなさいまし。またね、うわー。